ワルテル・ホデ・フロートは、ベルギー、ヘント出身の元自転車競技選手。アルテュール・デカボーテルの義弟である。1964年の東京オリンピック、個人ロードレースで、銅メダルを獲得。翌1965年に、プロに転向し、ワンデーレースを中心に活躍した。1970年のツール・ド・フランスでは、ポイント賞を獲得。 また1975年より、シャンゼリゼ通りがツール・ド・フランスの最終ゴール地点となったが、その最初の勝利者としても名を刻む。1979年に現役を引退。1991年から2005年まで、チームテレコムのチームマネージャーを務め、1996年に、ビアルヌ・リースを、1997年に、ヤン・ルリッヒを、 ツールドフランス総合優勝へと導いた。その後、2006年にアスタナビュールと2007年にアスタナへと転じて指導者を続けたが、いずれの在籍時代においても、ドーピング問題に巻き込まれた。1974年、メチルフェニデート要請により、同年のロンドファンフラアンデレンで順位剥奪となった。FAZ ネット2005年4月12日付記事。 ありがとうございます。